水天宮春お祭りは、福岡県久留米市の全国総本宮水天宮で、5月3日から5月7日にかけて行われるお祭りである。5月3日に行われ、臨済、宗公南山梅林寺、五老師の先導により、氷泉家伏呂流師範の方々のご奉仕にて、神仏習合の献茶祭を行う。本殿内での祭りに一般の参加はできないが、本殿近く境内に野立用テントが設置され、午前10時午後2時までの間参拝者はお茶をいただける。5月3日4日の正午から午後5時に行われる。1年を通してこの日時に限り御座船の一般乗船が可能。乗船した参拝客には記念にミニー絵馬がもらえる。乗船料は大人1名500円、小学生300円、小学生以下は無料。雨天、荒天時は運行が中止される。例祭日である5月5日の早朝5時から行われる。鎮座地、瀬下町6が、町の青年たちが揃いの法被姿で筑後川で、みそぎ払いを行い、筑後川から潮井を汲み、ご神前に備え祈願の後、各町内を回り潮井の水を、各湖口にかけて、家内安全息災を祈念する。5月5日の11時15時と18時にて、行われる。町内の小学生により舞奏される。御神幸祭は、寛文12年以来伝統を継承する本宮、神座により奉仕される祭典で、川祭りとも言われ、御座船に御神輿が設置される。15時の浦安の舞はこの御座船の前で披露される。ありがとうございます。